山形県坂田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、気温も高くて天気もいいのでバイク日和ということですね。週末に向けてまた頑張っていきたいというふうに思っております。週末もですね、3件ほどご納車ありますので、お客さんにですね、喜んでいただけるようにもう準備をですね、今日のうちに完璧に終わしておきたいなというふうに思っております。でですね、今週末はなんと日曜日、いよいよですね、皆さんお待ちかねのレンタル耐久というですね、通称レンタイって言われるレースがここ地元カートスレイン最上川であります。で、午前中が3時間のレンタルバイクの耐久レースで、その後ここからスプリントレースですね。で、うちはですね、グロムのレーサーがお客さんと一緒にすごい楽しんでて、お客さんと一緒にグロムのレーサーを、午後のスプリント出場して、午前中は連帯でそのレースやったことないお客さんも含めてですね、みんなで楽しんでというふうなイベントがあるので、ぜひですね、日曜日カートスリーも神々に見に来ていただければすごい面白いです。チラシもここにあるんで、青木拓磨さんがやってるレッツ連帯ってですね、バイクも装備も全部レンタルで出れるというレース初めてという方に一番いいですね。これは本当にもうレースしてなくても本当に遊びの延長戦みたいな感じなので、すごいです。あの、女性がめっちゃ優遇されてて、女性はもう専用ビブスを着て、女性が走ってるところを邪魔して女性を転倒させてしまったってなった場合は即失格退場なんですよとか、もう女性のとにかく邪魔をしてはいけないととかですね、本当にこう面白いレースで、で1回転倒してしまうと5000円を払わないとピットに戻れないとか、ピットに戻ってきてライダーチェンジするときはなんかお題を出されてですね、レーシングのグローブのまま、例えば箸を使って豆を移動したりとか、 謎を解いたりとかですね、そのお題を解決したらピットに入れると。で、本当にもう遊びみたいなレースなので本当に楽しくみんな笑顔でやってますね。それが今週の日曜日あるので、うちもですね参戦して僕も出るのですごい楽しみでございます。はい、でですね、今日はCB1300 と BMW の R1200S の車検にですね、これから行ってきます。はい、続々とですね、やっぱりこのシーズンになってくると車検のご依頼もいただいているので、なるべくですね、早くお客様にご納車できるように、週末のお客様に納車できるようにですね、頑張っていきたいというふうに思っております。で、今日はもう一つですね、このオリジナル T シャツ、鈴木モータースのオリジナル T シャツがどうですか、まゆさん、売り上げの方は。おかげさまで全国から注文続々いただいてます、ありがとうございますっていう感じですね。本当にこうおかげさまでたくさん注文をいただいてて本当にありがとうございます。で、いろんな本命ですね、 LINE アットの方からご注文いただいたり、会社の方にメールいただいたり、ホームページから問い合わせいただいたりとかですね、いろんな風にご注文いただいてるんですけども、あと電話とかですね、で、結構お問い合わせ内容的にはこの注文したいですけど、どうやって注文したいですか、このまま注文でもいいんですかみたいな感じでこう聞いていただくんですけども、基本的には電話でもメールでも LINE でも大丈夫なんですけども、やり取りとしてはですね、流れとしてはどうなりますか。流れとしてはそうですね、 LINE アットでご住所とお名前とサイズと枚数を1回で最初から送っていただけると大変ありがたいです。お支払いはどうしたらいいですか。お支払いはその後請求書を LINE アットで画像でお送りするので、記載の口座に振り込みをいただいて、入金確認後すぐ発送っていう流れになってますので、よろしくお願いします。すべてですね、スタッフ眉が、担当しておりますので、ぜひですね、お問い合わせいただければと思っておりますあれですよね、もう最近スタッフ眉が仕事をしてるとですね、もうやり取りをしてお洋服を畳んで袋に入れて発送する、もうアパレルショップの店員さんの仕事ですね、おかげさまで、見てるとすごい面白いですよねいやでも本当にですね、こういろんな声をいただいて、今度これ県外の方で、昨日も岡山からご注文あったんですけども、これを着て週末のツーリングに行ってメンバーに自慢するんだとか、飲み会に来ていくとか、もう装着が楽しみですとか、いろんな声をいただいてですね、本当にもう嬉しい限りでございます。今後ですね、展開としましては、この T シャツもそうですし、ロンティーとかパーカーとかジャケットとかコートとか、あとはこうバッグとかですね、いろんなこうものとか、あとは鈴木モータースっていうロゴが入ってるのもそうですけども、鈴木モータース
のロゴが入ってるだけでなくて、こう単純にすごいかっこいいデザインの服とかバッグとか、鈴木モーターズのロゴが入ってなくても、そのいろんなこうかっこいいデザインのバイクならではのってあるじゃないですか。そういうのをですね、考えてますので、ぜひですね今後も温かく見守っていただければというふうに思っております。じゃあそんな感じで今日も一日よろしくお願いします。